はい、ハルです。今回はですね、1年か2年前ぐらいにね、描いたこちらの絵をリメイクしていこうと思います。まあね、私この絵のね、側面は気に入ってるんですけど、表面がね、ちょっともうなんか、まあいいかなって感じに思ったので、上からね、塗りつぶしていこうと思います。この作品はですね、ポーリングアートっていう感じで、絵の具をね、こう流し込んで作るような感じで、描いていった作品なんですけど、このね、横の絵の具がこう流れた跡みたいなね、側面がすごい綺麗だなって思ってたので、側面はね、こう塗りつぶさずに、残していこうと思います。赤とか結構黒に近い、まあオレンジとかっていうのを結構使ってたので、なんだろうな、ちょっとグロいというか、側面がね、いい感じにちょっとこうダークな印象になってたので、まあ、こことね、合わせてもいいかなって思ったんですけど、まあ、どうせならね、このダークな印象と真逆の絵を描いていこうかなっていうことでね、表面の方はね、ちょっと可愛らしい感じにしていこうかなっていうふうに思います。で、アクリル絵の具で描いていきます。ちょっとね、最近コメントでもね、透明水彩まだですかっていうコメントが ちらほらあったりもね、見かけたりもするので、あとね、インスタグラムやってるんですけど、インスタの方でもね、ちょいちょいコメントが来たりするので、そろそろ透明水彩もちゃんとやっていこうと思います。もう少々だけお待ちください。私がね、最近このモリモリのね、絵の具の描き方にね、もうすごいハマってしまって、もう最近こればっかやってるんで、もうちょっと楽しませていただければというふうに思いますけれども、でちょっとね、ここでね、盛りすぎたんですよね。なので、乾いた時にね、この周りのマスキングテープがちょっと剥がれなくなっちゃったんで、カッターナイフをね、使いながら無理やり剥がしていくような感じでやってます。で、ここもね、カッターナイフはちゃんとキャンバスの布は切れないようにしているので、ご安心ください。で、ここでね、ちょっと宣伝させていただきたいんですけれども、だらだら聞いていただければというふうに思います。今年のね、11月の13、14日に、東京ビッグサイトでね、行われるデザインフェスタっていうやつにね、出展することが決まりました。なので、私がね、皆様の前で実際にお絵描きしたり、まあ、何のお絵描くかはまだ決めてないんですけど、お絵描きしたりとか、絵を販売したりとかしようと思ってるので、まあ、ちょっと土日暇かなとかね、まあ、時間があるかなっていう人はね、来ていただければ嬉しいなっていうふうに思います。ぜひ僕と握手ということでね、絵もね、ネットとかで売ってるよりもだいぶ安めに設定しようかなというふうに思ってます。で、この日のためだけにね、手作りでね、めっちゃ気合い入れて名刺とか作ったりもしてるので、よかったらね、話すだけでも、名刺をポポポッと取るだけでも、来ていただければ嬉しいなって思います。まあ、私以外にもね、他もう何十点もね、いろんな作家さんとかアーティストさんたちがね、出展したりとか、ダンスとかのパフォーマンスされたりとか、まあ、いろんなことをね、やってるので、私もね、まあ、実際に絵は描きに行こうと思ってるんですけど、多分席外してね、途中で普通に買い物行ったりとかね、絵買いに行ったりとか、私もブラブラしようかなって思ってるのでね、まあ、ちょっと大きめなね、アートイベントみたいな感じなんで、まあ、絵描きの方、まあ、絵描かないよという方もぜひね、チェックしていただければなというふうに思いますっていう感じで、はい、このあたりね、もう大体分かってきたかなって思うんですけど、はい、私の大好きなお花ですね。お花を描いていきます。花粉症なんですけどね、花自体描くのは好きということで描いていくんですけど、これね、絵の具もりもりシリーズで、お花描くときってね、このナイフの形って結構重要なんですよね。で、他の子が私が一番最近に買ったナイフなんですけど、ちょっとね、丸みがあるナイフなので、可愛らしいね、ほわっとした丸いお花が描けるんですよね。で、先がね、尖ってるナイフとかだったら、ちょっと葉っぱみたいなね、こうシュッてなった線が描けたりとか、お花が描けたりとかするので、もう本当にね、ナイフ集めもキリがないですね、マジで。でも1本がね、2、3000円とかするので、まあ高い高い高い、でもいろんなタッチが描きたいから、ちょっとね、給料入ったらちょっと買いたくなるみたいなね、まあ、そんな無限の連鎖がね、ある画材なんですけれども、そんな感じでね、ポツポツとお花を描いていって、まあ、もうすぐ完成ですね。なので、このね、横のちょっとドロってした、黒い赤い、なんかちょっとワインレッドみたいな感じと、表面のね、このお花の可愛らしさみたいな、このミスマッチ感がね、私結構好きだったりするので、まあ、個人的にね、自分では、いい感じに描けたんちゃうかなみたいな雰囲気のイラストができたかなっていうふうに思います。はい、じゃあそんな感じで今回は終わります。よかったらね、他の動画でも解説とか、画材こんなんあんでとか、こんなんいいでみたいなレビューもしてるので、他の動画を見ていただければっていうふうに思います。あとね、こんな絵も描いてやみたいなのがあれば、ぜひぜひコメント欄でお待ちしております。じゃあ、画力を上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。
I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing